しゃー、やっか。インターネットラジオ Good Air ドコン、熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎、中村 1,2,3 GO！こんにちは、どうも中村健太郎です。仕事終わりちょっと疲れてますけど、やっと今日も仕事が終わりました。明日一応予定では人吉の方にね行きたいなとは思っているんですけれども、結構ねちょっとやることが溜まってきてるので、どうかなと、行けるかなっていうのをちょっと心配しながらなんでございますが、どうにか今日からね復活ということで、YouTube1 本上げることができました。明日は朝10時からの7本をどうにかねしなきゃいけないんですけど、まあ、なかなかちょっと今携帯でこう編集したりとかねするのが難しい状態になってまして、まあ、マック君がないとどうにもならないというところがあります。まあ、携帯で撮るときにはもう本当テロップも何もなしでね、何か動画を出せればなというふうに思ってますけども、せっかくなので、まあ、明日から改めて復活ということで、頑張っていきたいと思います。本当に1本しか上げてないですけど、見ていただいてありがとうございました。コメントもね来てまして、チャンドンさんからお元気そうで何よりといただいております。ありがとうございます。チャンドンさんもね相変わらずいろんなニュースの話題お話してくれてますけど、それから小上明くんの VTuber のね小上明くんから、トラちゃん可愛いですいただいておりました。トラもねもう本当に痩せちゃいましたけども、元気にやっております。それから矢野チャンネルさんから、中村さんこんばんは、お久しぶりです、お元気そうで何よりです、復旧作業などでお疲れのところ YouTube 上げていただき安心しました。宮崎もコロナ感染者が日に日に多くなり、イベントも中止延期が多いですといただいております。ありがとうございます。そうか、やっぱ宮崎もね本当極端に増えましたよね。まあそのコロナの話題もやりたいなっていう気持ちはあるんですけれども、結構ねなんだろう、九州の災害の件でそっちばっかりに目がいって、じゃあコロナについての自分の中でのこう考えみたいなのがねはっきりしてないところがあって、すごいなんかテーマをギュッと絞ってねコロナの話なんかもやっていければいいかなというふうには思っています。まあここら辺本当に災害ボランティアのこともそうだし、それからまあこのコロナの話題もそうなんですけど、何をこう話しても何て言うんでしょう、必ず誤解が生まれたりとか、全てのことにこう何が正しいとかがないものっていうのがいっぱいあるんですよね。今例えばコロナだったら、コロナ怖いよっていう人たちと、コロナなんか平気なんだっていう人たちが両方ともいらっしゃいますし、また別の角度ではコロナは怖いんだけども生きていくためには店を開けなきゃいけない、仕事しなきゃいけないっていう人たちもたくさんいらっしゃいます。だからこれそれぞれがね何一つ間違ってないんだけど、やっぱり、そこを確保を決めてね、やっていかなきゃいけないという中でみんなが必死こいてる、ところなので、まあ僕自身思ってることっていうのもたくさんあるんですけども、じゃあその一つを出しても皆さんからしたらおかしいじゃないかと、こうじゃないかっていうような、まあ、お話になってくる。まあそれをビビって今まで動画全然コロナについて最近はね上げてなかったんです。なんですけど、もうやっぱ上げていかなきゃいけないかな、自分の気持ちっていうのをやっぱ恐れずに人に伝えていくってことは大事なのかななんて思っておりますので、まあまた明日の動画の方でそんなちょいと真面目なやつもね入れたりとかしながらやっていきたいというふうに思っております。というわけで、こちらチャンネルでは皆さんからの企画募集中です。夏休み入るんでね、結構8月末ぐらいまでなかなか外に出てのね企画とかってできそうにないんですけれども、ぜひよかったら皆さんからこんな企画やったらどうとかっていうのがあれば、ぜひ教えてやってください。その企画に合わせてねいろいろやれることやっていこうかなと思っております。割とここからお届けすることが多いんじゃないかな、このソファーに座って、まあしゃべくりの方はここでねやらせてもらったりとか、あるいはラジオのねブースが一応あるんで、そちらの方で喋ったりとかしながらやっていこうかなというふうに思います。はい、以上でございました。一応ね再開したって言って1本しか上げてなかったので、今日のまとめを1本上げさせていただきました。明日から結構ねちゃんと作り込んだものを出したいんですけど、今から編集というか、まあ、撮影も全然してないので、撮影編集をね、やりながら明日一日また頑張って動画出していこうかと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日よろしくお願いします。以上です。後席 Thank you for your listening Good Air.com。
Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますのでぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方こちらをご覧いただきましてメッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますからどうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。